こんにちは、ゆっくり霊夢です。全国各地の街を散策して、街の景色や名所、魅力などを紹介しているチャンネルです。今回散策する街は、じゃか広島県広島市東区です。ゆっくり街散策チャンネル、広島県の県庁所在地であり、人口約119万人を要する政令指定都市の広島市には、8つの行政区があります。広島市東区は名前の通り、市の東に位置する区で、市役所などがある中心部からは北東方向に位置します。区の南は広島駅や天神川駅、西は太田川や京橋川、北は辺坂駅や広島東インターがあり、これらの間のエリアが東区となります。広島市の行政区のうち、中区、西区、南区、東区は旧市内と呼ばれることがあります。東区は旧市内の中では山が多い地形で、牛田山、双葉山、高尾山などがあります。人口は約12万人と旧市内では最小、面積は 39.42 で旧市内では最大となっています。広島駅にやってきました。広島駅には南口と北側の新幹線口があり、こちらは新幹線口となります。今回の広島市東区の散策は、広島駅より東方向のエリアを中心に散策します。広島駅の北側を通る、双葉通りを東へ進みます。広島駅の東側は若草町という住所で、マンションやビルが多く立ち並びます。若草町の東は愛宕町という住所となります。ドラッグストアの隣には愛宕神社が鎮座しています。この辺りは江戸時代にたびたび火災が起こったそうで、火を鎮める神様が祀られています。ピッチャーの炎上を抑えるということから、広島カープファンのちょっとした聖地となっています。愛宕神社から南へ進みます。この道路は江戸時代に整備された街道の一つである、西国街道で、愛宕神社周辺は宿場として栄えたそうです。山陽新幹線の高架橋や、JR 山陽線などの線路を横断する踏切が見えました。愛宕踏切という踏切です。広島駅の東側にある踏切で、線路がたくさん並んでいます。通過する列車の方向を表す矢印の種類が多く、多くの列車が通過する踏切です。電車6本待ちというのも当たり前で、広島で一番の開かずの踏切となっています。JR 山陽線、JR 芸備線の列車が通過するだけでなく、広島駅の東側に車庫がある関係で、広島駅と車庫との間を入出庫する列車が通過するため、この間にある愛宕踏切は開かずの踏切となっています。踏切のすぐそばには跨線橋が設置されており、こちらを利用した方が早く移動できることも多いです。線路沿いを東へ進みます。広島駅とマツダスタジアムを結ぶこの道は、カープロードと呼ばれており、スタジアムでの試合開催日は多くのカープファンで、道路が赤く染まります。愛宕踏切の東側には工人陸橋があり、さっき踏切で線路を渡ったばかりですが、陸橋で線路を越えます。自動車で線路の北と南を移動するときは、こちらの陸橋を利用する方が便利です。陸橋の北側、愛宕町の東側は、東神谷町という住所となります。この周辺は東区の公共施設が集まるエリアで、東区役所や、東区民文化センター、東区図書館などがあります。東区役所北側には東神谷町交差点があり、あけぼの通りと双葉通りが交差し、多くの自動車で賑わいます。なかなか古そうな、味わい深い看板がありました。愛宕町から北東方向へ、西国街道であった、大千穂通りを進みます。この漢字は、大千穂、と読みます。この辺りは通称、三本松、と呼ばれており、バス停の名前にもなっています。その名前の通り、三本の松がありました。西国街道沿いに植えられた、街道松の名残だそうです。大千穂通りを進んでいきます。広島駅からほど近いエリアですが、山がすぐ近くにそびえ立っており、この先は峠越えの区間となります。右に見える建物は瀬戸内高校で、おしゃれな外観となっていますね。この辺りから上り坂となります。
坂道沿いや坂の上の方にも住宅が多く建っており、徒歩や電動ではない自転車では生活しづらいですが、路線バスが1時間に7本以上運行されており、公共交通の不便さはないかと思います。山の斜面沿いにも容赦なく、でかいマンションが多く建てられています。広島市のハザードマップでは、この付近は土砂災害警戒区域となっていて、大雨の際の災害リスクが高い地域です。大千穂峠の坂道沿いにも住宅が多く建っています。大千穂峠下バス停と大千穂峠バス停の間は比較的新しい住宅を多く見かけました。だいたい10分弱で大千穂峠バス停に到着。この辺りが峠のてっぺんで、ここから下り坂となります。大千穂峠バス停近くには最近整備された分譲地がありました。まだまだこの周辺では家が増えそうです。大千穂通りから少し外れ、さらに坂道を登ります。広島駅周辺の景色を一望できますね。大千穂峠の南側は高間の原と呼ばれており、墓園や公園が整備されています。高間ヶ原というと、日本神話で登場する神々が住む場所というイメージがありますが、この場所はそれらと何か関係があるのでしょうか。高間ヶ原から下って大千穂通りに戻ります。大千穂峠を下ると中山地区に入ります。 JR 芸備線の矢賀駅と平坂駅の中間のあたりの地区です。現在中山地区の南側では広島高速5号線の建設が行われています。広島高速1号線と接続するぬくしなジャンクションと広島駅北口を結ぶ予定の高速道路で、この付近に中山出入口が設置される予定です。中山出入口と広島駅北口出入口の間はトンネルとなります。 JR 芸備線の中山踏切を渡り、最近整備された川沿いの歩道を歩くと、右側に新幹線の車両基地が見えました。700系レールスターや N700 系のほか、最新鋭の N700S も待機していました。敷地外から0系の団子花に装着していたと思われる記念ヘッドマークが置いてあるのが見えました。そのうちの5つは JR1 周年の文字があったため、約30年前のもののようです。新幹線車両基地の東側はぬくしな地区となり、フォレオ広島東というショッピングセンターがあります。ぬくしな地区は後日改めて散策できればと思います。広島高速1、2号線の高架橋が見えてきました。北方向専用の窓ころ出入り口が設置されており、この付近に広島高速1号線と5号線のジャンクションが設置されます。この道路と新幹線の車両基地の間には JR 貨物広島運転所があります。敷地内には蒸気機関車 D52 が保存されているのが見えました。古そうなレンガ建築の建物の近くを通り、南方向専用の広島高速2号線矢賀出入り口を過ぎると、お店が多く集まる矢賀地区となります。なおこの道路を境に、左側は府中町、右側は広島市東区となっています。ホームセンター、ジョリーパスタ、ネットカフェ、ガスト、マクドナルド、エディオンなどのお店が並び、広島県最大級の商業施設であるイオンモール広島府中がドーンとでっかく立ち構えています。広島市東区のお隣、秋郡府中町は後日散策できればと思っています。突き当たりは矢賀新町2丁目交差点で、この交差点周辺にはかっぱ寿司、ケンタッキー、ガストなどお店が充実しています。交差点から曙通りを西へ進み、広島駅方面へ戻ります。これは交差点の南側にあるマンションですが、クリニック系の広告多すぎじゃないですか、わら。JR 芸備線の線路を下からくぐります。配管から水漏れしてて、ちょっと不気味な雰囲気でした。線路をくぐり抜けると曙地区となります。曙地区内を東西に通る曙通りは、広島市中心部と府中町を結ぶメインルートであり、交通量が多いです。 JR 山陽線の広島駅と天神川駅の中間付近で、マンションが多く並ぶ住宅地となっています。広島市中心部と府中町を結ぶ路線バスはここを通り、数えるのが面倒なほど本数が多く充実しています。
左手側にいる3人の梅沢文夫さんに見送られながら、あけぼの通りを進み、広電バスあけぼの営業所が右手に見えてきました。東区役所や愛宕町周辺に戻り、今回の散策は終了です。斜面の近くにでかいマンションや戸建て住宅が建つ、広島の郊外住宅地らしい風景や、建設中の広島高速5号線、府中京都の境界にある矢賀地区周辺の、お店が充実している風景などを楽しむことができました。今回の動画はここまで、もしこのような街の様子を見るのが好きな方は、チャンネル登録や高評価、コメントなど、お願いいたします。次回以降の動画もよろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。